はじめまして、ハーバーファイナンシャルインターナショナル部担当の高橋由翔です。海外の方でローンを組みたいときに、どんなプロセスなのかを今回ちょっと簡単に説明したいと思います。で、最初は、申し込みですね。申し込み書にお客様の情報を記載していただかないと、疑問に思っていること、頭金、レートなどをお答えするのがすごい難しいです。で、それはなぜかっていうと、特に海外の方になってきますと、一人一人いろんな条件がございまして、そうですね、記載した内容 によって本当にお客様一人一人の条件が変わってきます。で、アメリカのローンプロセスは日本のローンプロセスに比べてすごい厳しいんですね。で、そこでそのローンオフィサーの方から、いろんな質問が出ると思います。で、その質問は、メールなど電話、あとはビデオ電話をご利用して、来ると思います。で、もちろん多分電話かビデオ電話の方が多いかなとは思いますね。特に日本とハワイで離れた場合は声を聞くなど、あとは顔を見たりとかすると信頼関係を持つことが、できるっていうことですね。で、こういう電話のご連絡を通して申し込み書に記載した内容に対して、そのオフィサーからいろんな質問が来ると思います。で、その後にお客様が求めている情報ですね、疑問に思っていることなど、頭金、レートをお答えすることが可能です。で、その条件を分かった上、このままローンを進めたいということになりましたら、その後はいろんな、書類を提出しないといけないですね。これはどういう書類を提出しないといけないっていうことは、これもまたローンのプログラムによって変わってきますし、あとは個人個人の情報によってこれも変わってきますんで、こちらは正確に お伝えすることはできないんですけど、例えば例としては、確定申告だったり源泉徴収などを、提出する場合がございます。その書類を提出した際には、全て日本語、になってましたら、そちらを英語通訳をしないといけないです。あとはクロージングですね。クロージングの際には、ハワイに来ていただく場合がベストなんですよね。それはなぜかっていうと、ハワイに来ていただいていろんな書類をサインしないといけないです。でも、ハワイにどうしても行けない場合がございましたら、日本でもクロージングをすることは可能です。ただし、そこでちょっと日本に書類を発送するのに時間かかったりとかしまして、あとはアメリカ大使館に行っていただかないといけないです。で、大使館に行ってをサインをします。そこでどうしてもアメリカ大使館も遠くて、これもちょっと厳しいっていう方にはもう一つ方法があります。それは POA ですね。Power of Attorney っていうのを利用することですね。です。これは何かというと、ハワイに親戚など友人などがいましたら、その方を代理人として、お客様の、代わりにサインをしていただくということですね。はい、では今回は、こういうローンのプロセスを、ちょっと大体に説明していただきました。で、もしまだ、いろいろ質問されたい方は、僕に、メールをいただければすぐにお答えできますので、ご遠慮なくメールをください。では聞いていただきありがとうございました。